はい、それではトモコレ続きやっていこうと思います。さて住人登録はねちょっとねまた次回やっていこうと思います。で今回はねこの子たち見ていきましょう。あれエビズマル早い。どうしたの。あれあなたそんな関係の友達いたっけ。ハートが出てる。切ない。いやこれダメなやつだきっと。実はうわーールもこら既婚者やで。なんです。はいはい。どっちに告白すればいいでしょうか。もう少し考えてください。もう少し考えてみます。もううちの住人どもは本当にもうごめんなさい。じゃあ最初からねこんな感じになったんですか。次たけしか。たけし切ない。どうしたの。実はみくみくのこと。もう既婚者です。それはダメ。どうして反対するんですか。相手がいるの。そうだったんですか。なんとなく気づいてはいましたが。はい。いやもっと女の子たくさんおるやん、うちの住人。あ。私じゃダメなんですね。うん。自分に自信が持てません。うん。自分に自信が持てません。じゃあなんかあげるか。あ、アユの塩焼き。いただきます。どうぞ。よしよし。あ、でもね、まだね、あの事前に止めておいたから傷はまだ浅いですね。よかったよかった。何あげよう。カレーライス、キャビア、グラタン、コロッケ、あ、サラダかな。よいしょ。いただきます。はい。あ、そうだ、一個ね、報告があるんだ。実はね、前回のパートで、あの、パイちゃんとカオナシが恋人になったって話をしたんですが、別れました、このカップル。そうなの。じゃあ見てみるか、後でステータスをね。穏やかな気持ち。はい。ドンマイだよ。よし。すっかり立ち直りました。女の子まだたくさんいるよね、フリーな子ね。ちえちゃんとかもフリーやし、そっちへ目を向けなさいってね。よし。じゃあ、あとはね、あ、ここもそうか。ななこちゃん。お、ななこちゃん割と、いろんな人とお友達になってますよ、今。今こんな感じ。あ、ゼル君不満。あ、でも割とっていうか、二人しかおない、いないっていう、おらんっていう。あ、いいんじゃない。はい。いいんじゃない。キノピオのこの王様の服56万円ですからね。高い。いつぞやか出てきた12人で買えばよかったなって今すげえ後悔してます。20万ぐらいだったんですけどね。おし、おめでとう。はい。よし。で、ななこちゃんは陽介くんに1回か2回ぐらい振られてるんですよ。もう。あれか、でも子供と付き合ったらどうなるんですかね。大人スプレーしないときついよね。よいしょ。あとは何だろうな。何あげようかな。焼きなす。あ、レバーあげよう。はい。あといなかったかな。レベル上がった。何あげよう。猫レンタル券でもあげますか。よいしょ。はい。じゃあこんな感じで、あとは、あ、おるな。あ、シルビアちゃん。こんにちは。あ、そう、シルビアちゃんの、あの親友がね、カミュになってるの。ちょっと嬉しいよね。これ、嬉しい。ちなみにこんな感じです。はい。あ、いいじゃん、いいじゃん。いけ。よしよしよし、ドラクエ11同士、いけ。そう、11もね、何気にお友達増えてきたんだよ。最初ね、結構殻に閉じこもってる感じかなって思ったらね。この11の服装よ、私が変えたわけじゃないからね。超似合わないっていう、この帽子と。あ、やったこの帽子とね、この貴族の服っていう、おめでとう。よかったのー。で、これで30代だね。洋服、あとは、
あ、貴族の服あげてなかったか。あげよう。はい。いつもありがとう。あ、この帽子と似合わなさ具合やばい。さあ、ご飯をあげまーす。アユの塩焼き。うん。あともう一個か。天然鮎は香りが違います。食べてみたい。ワカサギとかもさ、なんかレストランで出されるのも美味しいと思うけれど、ね、自分で氷に穴開けて自分で釣ったやつとか食べてみたいよね、天ぷらで。はい。さあ、それからですね。あとここか、ガールちゃん。あれ、喧嘩してる？なんか毎回なんか誰かしら喧嘩してるような気がするんだけど、ほらー。何？え、ルイージ、あー、仲直りしてよ。はい。ちょっとね、ジェイソンとね、ガールちゃん夫妻がね、ちょっとね、やばいんですよ、今。ガールちゃんからジェイソンに向けてがちょっと不満だけど、ジェイソンは完全に不満なんですよね。だからやばいんだよね、この二人の関係。どうなるんだろう。はい。行ってこい。毎回なんか誰かしら喧嘩してるような気がするんだけど、やめてくれ、本当に。うん、オッケー。こちらこそごめんなさい。あ、よかった。なかなか許しませんパターン動画ではあんまり見せてないからね。久しぶりに見たいんですけど。ありがとうございます。よかったね。ガールちゃん何あげようかな。髪飾りがね、結構可愛いんですよね、全体的に。あ、ウサギの耳カチューシャでもあげよう。はい。おっしゃー。さ、ガールちゃんもちょっとお腹いっぱいにしてあげましょうか。どうしようかな。骨付き肉、ミートボール、あ、ロールキャベツかな。よいしょ。おでんにロールキャベツを入れた人天才だと思うの。美味しくない？おでんのロールキャベツ。さあ、こんな感じかな。よし、じゃあちょっと顔なしの様子を見に行くか。顔なしとパイちゃんね、せっかくね付き合ったのに別れちゃったんですよ。ちょ、見て、いくよ。あ、お腹空いてる。こんにちは。見て見て、パイちゃん元恋人なの。そうなの。ちょっと見せたかったな、あそこ。別れちゃったんすよ。朝ごはんあげとこう、ついでに。よいしょ。これね、破局カップル2組目か。セーニャとククール様以来ですよね。あ、そうだ、久しぶりにちょっとランキングも最近見てなかったね。ランキング見ましょうか。よいしょ。あともう一丁、もう一丁どうしようかな。半分お腹を埋めるのはロールキャベツか。 OK。 いらない。ちょっと遊びはパスしておきましょう。で、あとはパイちゃんよ。あ、パイちゃん、おお、遊ぶ？久しぶりに。一緒に遊びませんか？いいよ。はい。顔なしとは遊ばなきゃ、パイちゃんと遊ぶっていう。これは何でしょう？これなんだ、桃。答えは桃でした。桃美味しいよな。痒くなるけど、これなんだろう。北京ダックかな。北京ダックで昭和プチン。おしおし。これは何でしょう。え、なんだろうこれ。塩焼き。サンマの塩焼きでした。イエーイ。おめでとうございます。はい。一つだけあげます。
でかいの。よし、盆栽。ちなみにパイちゃんもこんな感じ。イレブンかなり親友、信頼してる親友ですね。で、元恋人なの。そうなの。もう。いただきます。復縁したら面白いけどね。でもこのままだとちょっとイレブンに行きそうな気がするな、パイちゃん。いや、パイちゃんは結構モテ女でね、たけしとかね、リンクとかにも告白されたりしてるんですけど、ことごとくお断りをしてるっていう、超モテ女ですよ。羨ましい。ユーナがね、いまいちモテないっていうね。ここ意外ですけど。よいしょ、はい。じゃあ次は、ジェイソン見に行くか。ちょっと破局しそうな夫婦ナンバーワン現在。こんにちは。おかげでしょ。ほら見て、不満なの。ガール不満やばいよね。でもガーソン大満足だから、あの親子関係はあの良好やけど、夫婦関係やべえっていう、ちょっと離婚一歩手前な状態ですね。やべえよ。いただきます。あらら、あららららら。あとはね、ちょっと話しかけた子にはご飯をあげていきましょう。あ、ハンバーガーかな。いただき。よしよしよし。まあそんな感じでした、最近はね。まだね、ちょっとね、あの新しい子たち、この五右衛門ちゃんたちはね、追加したばかりなので、ね、まだ大きな動きというのはないんですが、まあね、とりあえずこんな感じで人間関係が築かれております。ということで、ちょっとランキング掲示板見ていきましょうか。ランキング、はい、人気ガールちゃん強いよな、やっぱ。で、てん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 って言って、で、私がですね、14位。微妙、ほんと微妙。あ、こんな感じですね。はい、次モテ男。ついにモテ男ね、マリオがいなくなったんだよ。この今何位に受かってた、5位ですね。ククル様強い。オリマ、ホメロス、ホメロスもね、結構モテ男なんですよね。昨日あのなんかルールー様がホメロスに告白して振られたっていう、はい、動画撮ってないなかったんですけれども、あ、モテ男ですよ、モテ男。ベン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 って言って。で、シルビアちゃんとアーロンさんがね、アーロンさんは本当に報われない男ですよ。で、次、この、あ、私2位に来てる、すげえ、なんで。あ、昨日やったらね、私4位、違う、3位か。アリーナにすぐに抜かされそうな順位の3位だったんですけど、2位になってる。わーい。てん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 って言って。あ、セイニャなんか一時期マイナスだったけど、すっかり持ち直したね、この子。で、ユキコちゃんはもう新婚さんでしょ。わー、そう、ナナコちゃんはね、振られてるのでね、こんな感じなんですよ。はい。じゃあ久しぶりにミーニュースも見るか。あ、なんかイベントやってる。あ、友達クエスト最近やってないね。久しぶりにやる。あ、チエちゃんだ。チエちゃん全然浮いた話がないです、今。何？なんかこれなんか別のやつでなんか見たような覚えがあるな。なるほど。はい。私もしようと思ってたのに先にやられました。うん。まあいいんじゃないですか。うん。はい。伸ばせないものを伸ばすっていうのもすごいことですよね。さて、じゃあ久しぶりにちょっと友達クエスト やりますか。始める。おお、蛇口が現れた。今日はキュロスくん、ポーラちゃん、ユキコちゃん、で、タケシか。ほい。戦え、戦え。蛇口84。あ、
回魔法いない感じ、もしかして。やばいんじゃない、大丈夫なのかな。あら、MP みんなゼロ。あ、でもたけしが、あ、よしよし、蛇口をつける。よしよしよし、もうさっさとクリアしちゃおうぜ。あ、ステーキが現れた。よいしょ、はい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 、オッケーオッケー、戦え戦え。 MP はね、大事にしないといけないっていうのをね、一回やって感じたので、ちょっと大事にしていきましょう。オッケーオッケー、お、弱点、オッケーオッケー。よしよしよし、あー、炎入った。何、お、あれ、あまり聞いてない。ナイスー。あ、ステーキ逃げてた。ふふふ、口ほどにもないやつめ。じゃあ左に進もう。こう、さっさとクリアしよう。お、なんかあるぞ。あ、ロボットか。こいつボス、魔王ロボットが現れた。何？あ、これ必殺いけるかな。必殺技、空振りなぬー必殺。おい、強い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 。たけしまだいいだろ。空振り、うむむむ。あ、痛そう。おー、でででで、で必殺、必殺空振ることあるから辛いな。はい、必殺。お、ナイスナイスナイス。じゃあちょっとここで回復するか。よし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 、ポーラちゃん。あ、痛い。ちょっと待って、これはやばい、ほどほどにしないとな。戦う戦う戦う、空振りなぬ。はい、必殺なぬで、回復して、オッケーオッケーオッケー。あ、やばい、たけし大丈夫。あー、たけしやばい。あ、やばいな、なんかずいぶん空振るんだけど、どうしたの？なぬ。おー、ゆきこちゃん優秀よ。回復して、たけし回復して。わー、たけし痛いなー。はい。はいはい、聞け。お、いいねいいね。189、まだ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 、うー、痛い。じゃあたけし回復するわ。痛い、もうたけしばっかり狙うんじゃないわよこいつ、マジでよ。はい、必殺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 。まだ倒れない。強いね、ロボット。さすがロボット。たけし MP ゼロになったからな。あとはもう戦うしかねえ。ナイスナイスナイス。よしよしよし。はい、必殺。くぅ、オッケーオッケー。痛い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 。誰か通常攻撃してね、少しでもダメージ与えないと。必殺外れやすいからな。はい、必殺。お、ナイス、オッケーオッケー、強い、キー、やばいやばい。まだか、オッケーオッケーオッケー。お、ナイスナイス、やばい、あ、やったー、出す。よしよし、クリア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 。お、ロボットもらったということで、あ、ちょっと待ってよ、終わろうとしたんだけど、誰だ。お、ジュリちゃん、どうしたんだ。こんにちは。はい、オリマートデートしたいので。おお、じゃあ屋上でも行っといで。いつも言うと今はそこに。あ、そうなん、あ、それこれ初めての反応だ。あ、ごめんよ、あんま近いに会えなくって。いただきます。あー、なんかあんまりそんな気分じゃないって断られたの初めてだ。あ、すいませんでした。よいしょ、あんまり美味しくはなかった。気づかな、私大人になったら大好きになったよな。ロールキャベツあげよう。よいしょ、いただきます。どうぞ。あら、お好きだったみたいね、よかったわ。じゃあ今回はここで、終わりにしておきましょうかね。あとは特にないですよね。うん。さあ、
次赤ちゃんが来るのは誰なんでしょうか。もうあれだね、3列目差し掛かろうとしてますね、夫婦のところも。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はね、住人登録やっていこうと思います。